アリソン・アーングリンはアメリカの女優。人気 TV シリーズ、大草原の小さな家のネリー役で有名。アリソンの父層はハリウッドで有名なマネージャーであった。母のルマはアニメ声優。兄のステファンも子役俳優としてスタート。大草原の小さな家では当初ローラ役のオーディションを受け、後にメアリー役を受けたが、 最終的にはローラをいじめるネリー役を獲得。大草原の小さな家で夫役を演じたスティーブ・トレーシーとは親友の中になったがシリーズ終了後にエイズで死亡してしまう。そのことがきっかけとなりアリソンはエイズ撲滅の啓蒙活動を始める。2004年にラリーキングライブに出演し家族から性的虐待を受けていたことを告白。 その時点では誰から虐待を受けていたのかは発表しなかったが2010年に自伝コンフェッションズ・オブ・エイプレイリービッチを出版しその中で兄のステファンにより虐待を受けていたことを告白幼児虐待の啓蒙活動も積極的に行っているまたこの自伝はアメリカでは絶賛されフランス語版も出版された現在は女優活動のほか スタンダップコメディアンとしても活躍中。1980年代後半に作家のドナルド・スペンサーとわずかの間結婚していた。その後エイズ撲滅のチャリティーイベントで知り合ったミュージシャンのロバート・ポール・シュニバート1993年に再婚。現在はロサンゼルス在住。ローラ役のメディッサ・ギルバートとは実生活でも親友で シリーズ終了後も連絡を取り合う中である。ありがとうございます。